浜名湖内養殖場風景浜名湖のりは浜名湖で1820年頃から続く養殖のりである。浜名湖は現存する日本最古ののり養殖場と言われ、こののりは磯の香りが強く深い緑色をした特徴的なものである。学術名称、広葉のエグサの名の通り、幅広な繊維が特有の滑らかさを生む。エグサのモカラガは一層の細胞からできているので、 透き通る薄さであり、滑らかで柔らかい。主な加工方法としては、板のりとするのが一般的である。地元の遠州地方では、生のりのまま味噌汁に浮かべたり、三イズで食したりする。また、のりの佃煮として、県内メーカーより販売されている。浜名古のりのブランド化の取り組みとして、2009年4月、浜名古のりブランド推進協議会が発足し、 現在も演習食品加工業共同組合の一事業として浜名漁業共同組合と共同で浜名小のりが持つ色、香り、舌触りの優れた特徴を生かし世界に誇れる素材としてのブランド化を目指して活動している。2011年には浜名小のりブランド推進協議会が100プロジェクトの中で板のりの普及促進を目指して 浜名湖の苔を使用した11.5メートル四方の巨大な二次元コードを作成し、ギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。